でですすアシスタントの新井直子ですえ先生、私を含めてアマチュアの皆さんって雑誌や本なんかを読んでよく勉強してるんですけどもなかなか強くならないんですけどもどういうふういいいにすればいいんでしょうかねあのね,語ね、あの碁はねお互いの石の力関係を、はい、認識してですね、ええ、それに基づいて正しいテクニックさば、まあ、くとか攻めるとかですね、はい それを正確に打てればですね、後は楽しく打てて、すぐ強くなります。あ、そうですか。はい、で、まあ、一緒にそれを勉強していきましょう。はい、よろしくお願いします。石の働きについて、お話ししましょう。はい。はい、黒星ですね。 でまあクロニ連勝ですね。これ僕なんかもう好きなんですね。先生の後は二連生とか三連生が多いですね。そうですね。まあ四連生とかね。四 <laughs> 連勝もこの時に。そうですね。僕もあの高掛か,かり好きですね。はい。付け引きですね。付け引きはあんまりね僕打ったことないんですけど、ね、そうなんですか。はい、私は好きなんですけどね付け<あ>引き。まあ好きな人と嫌いな人いますね。はい。<laughs> でねあのついでまあ飛びになりますよね。はい。 で、ここであの黒のね、この考え方といいますか。はい、このつ白の付け引きと黒の押さえと次の交換をですね。はい、黒が働かすためにはですね、はい、こうなんかジャンプする。この付け引きの交換。え黒が働かせて。ここら辺打つとかですね。はい、まあ、こういうとこ。すんですか、ね。おかしいですか。うん、普通なら、こちらの方とか。あ、これ普通なんですよね。で、あの白まあ、こう、ここいうふうにきますよね。はい。 で、まあ、こういうのよくありますよね。ええ、これは、あの。なんていうんですか。十キロの人でも、こういうふうに打ちますよね。<laughs> うん、で、下がって、わけいきますか。はい、まあ、これは一番普通なんですけど。はい、まあ、僕はですね、あの。もうちょっと違う打ち方をしたんですよね。はい、で、ここで、こちら。ええ、そこを打ったんですよね。<作>これはですね、やっぱり、あの、白の。 付け引きと黒の押さえと次の交換を白のマイナスに刺そうと。この石の働きをなくそうということですね。はい。で、まあここへ来ますよね。そうですね。白は普通こうですか。来まはい。こう落ちちゃうんですよね。ここで。ここで落ちちゃうんですか。四線四線を小線って言って落ちちゃダメって。四線押しちゃダメって。教えられましたけどね。僕も。見てね。なんか私が白だった喜んで。こっちからは四線なんです。こっちからだら十五線ぐらいなんですよね。こっちから。でもさ。 でここでですねあのまあ見てくださいもうこういうふうになってみると黒模様がすごいですね,ですねで白はこう地のあるとこからまた地を作って地っていうのはね目の大きいやつを地というんですねよ、はい、ねでっかだから目のあるとこからまた目を作ったと、はい、で黒はですね,ね目のない石でこう作ってるでしょ、ね、模様っていいますかね、はい でまあ白コのンへ行きますよね。でここでもこうこういう手とかですね。こういう手はあのこういう碁にマッチしないんですよね。えどうしてですか。もっとこのなんというか立体的な碁ですねこういうふうに。この時も上から打つ。そうですね。まあ例えば飛びかけぐらいになりますよね。するとですねこのここに力がありますよね。はい黒の黒が力ありますよね。とここの戦いになりますよね。 大きいですから入ってます。ここの戦いに引きずり込めばこの力が生きてきますからこうこれがねマイナスになります。この白の石の働きがなくなっちゃうんですね。この子がちょっと取ってもらいますかね。これがないとですよね。あのここで打ち込んで白がですね。黒切るぐらいですよねここへ。そうですね渡られちゃ。うそうですねでここ開き下がりですか。で飛び なんかこの間が薄いですからね、もうこれすぐ目になるわけですよね。ここで簡単に白をかけてもですね、これ全然こうね、もう白が楽ですから。はいで、実戦みたいにですね、あの付け引きの交換を白が打ったとしてるでしょ。ね、ちょっとこれ生きにくいですからね。そうですね。はい。だからこれはあの黒がいいんです。はい。 じゃあ、この、これでは、どこが白はいけなかった。どこが悪かったでしょうね。まあ、この桂馬が悪かったと思いますね。じゃ、あこの桂馬で。そうですね。桂馬で、あ、あの、黒がここ大きくなりそうでしょはい。だから。こちらの方で。これ、いいとこですよね。はい。こういうふうな、割り打ちなんか。割り打ちはね、やっぱり、この石がちょっと強いですから。はい。え。あまり近づかないほうがいいですかね。こちらの方に。はい。で、剣と。ね、で、どう打ちますここで。うん。ハサミぐらいですか?。あ。 これね、普通、皆さんこう挟むんですけどね、すぐ負けるんですね。え、こうしたらですか?。どうして。これは配着です。え、白。植え付けてましたね。はねでしょはい。切ってますよね。はい。次ますね。はい。で、ははい。で、はでしょう?。はい。で、はて。い。まあ、ここで切るってもあるんですけど、まあ、どっちみち非常に取られますから、まあ、伸びてですね。かけついで。はい。 でまあ桂馬ぐらいですね。はい。でここ出来上がった格好こ見ますとですね。はい。ここ生きてるでしょはい。生きてるとこからこれ、なんかつまんない、こないですか。そうですね、なんか、すごくつまんないところに石がいってる。ここら辺にある、これをね、この辺ちょっとずらしてもらうと。これはもう黒が大優勢ですけど。はい。ここに打ったためにすぐ負けになるんですね。この一手。一手。遊んじゃったために。はい。ね、なんかつらいですよね。そうですね、だいぶなんか黒の凝り形のような。うん。 なぜ負けたかこれが悪かったんですね。じゃあこのハサミでどこに打てばよろしい。これはね、あのここ打った手のね、狙いとしてね、ここにつけるのがいいんですよね。連続して打ついいですね。ここ打ったのはね、次ここ打とうとしてますね。この月が狙いですか。で跳ねましてね。はい膨れまして。でここでまあつぐ手と当てる手とありますけど、まあ当てからいきましょう。で割り込んで。 でここは初攻にこうなしていますからねもう全然こうがないわけですよねこう立てがねだから切る手は無理ですからツしかないです白切るのは無理なのでツは取っててねはいでこれも下がれば生きてますけど継がれて下がれ形ですからこれはちょっとつらいですねこれね。突破されてますからね白切るよりしょうがないんですけどで切って。 取って当ててね。で、これつぐ手がないですから取られてるわけですね。あ、そうですね。これはちょっと白が辛すぎます。白の字だったのが黒の字になりましたからね。これはちょっと辛いです。はい。じゃあ白跳ねる手で、えまあ跳ねてね、ふふくれるでしょ。はい。で、ついだとしましょう。はい。で、伸びて、はい。貼って、はい。飛んで、はい。これどっちがいいですか？ これは黒がいいですよね。黒いいですよね。はい。じゃ、あ白、このはねる手で。はい。あ、まあ、伸び、伸び。伸びますよね。で、ついで。はい。押してね。はい。まあ、力の強さすぐ切っちゃいますから、まあ、押さえてね。はい。切りますね。こ、怖いですか。そうですね。ちょっと怖いような気がします。こういうとこ、あの、伸びる一手なんですね。はい。伸びて。はい。で、二件ですね。はい。 三目、えー。白もこの石が弱いですから、飛びぐらい。はい、ここでね、あの一番大事な点、もう覚えておいていただきたいんですけど。黒がですか?えー。はい。これ、当て込むっていいんですね。ここに当て込むんですか?。はい。次切,切りますから、白を継ぐしかないですね。はい。はい、そこで、ここへ下がります。はい。この下がりは、えー、これがね、いい手なんですね。あ、そうなんですか。えー、こういうとこ、ろあまり目がいかないんですけども。えー そうですね、僕もあんまり行かないんですけどここはいいところなんですよね。次にね相手が手を抜きますとこちらのほに手を抜きますとね飛び込む狙いが。らいが。あここですか切れるからこれは継がれてもうんか生きるだけですからそうですねちょっとつらいですね。出ると出られてこれ切る手がないんですよね。 もうどちらでもいいですけど、取られちゃうわけですね。ですから白はまあ抑える一手なんですよね。この時に手を抜かないで抑える一手なんですね。はい。で、こう出来上がった学校はまあ黒番ですから、まあこの辺挟みますよね。黒戦えるでしょ。そうですね。この石がなんとなくね、いいですよね。はい。じゃ先生、この当て込みから下がりを黒は決めなかったらどうなるでしょうか。決めないでまあただ単にこういったとしますよね。 ちょっとね白からここへ置いて。ここに置いて、はい。抑えるってでしょ。はい。そうですね。抑えなきゃ切れちゃう。羽ねて。はい。押さえて。はい。切って。はい。抱えて。はい。こう出られて潰れです。そうです。これバラバラ事件です。バラバラ事件ですね。はい。じゃ先生この伸びる手で割り込む。あ割り込む手がね一番あの普通の手なんです。 実践例も多いんですよね、抑えて。ついで。で、次ます。で、この形はですね、あの黒から狙いとしてですね。黒から狙い。やっぱりこう、星当て込んで。ここでもやっぱり当て込んでね。ついで。下がって。やっぱりあの飛び込む手がありますので、白は抑える。結構黒も熱いでしょそうですね。こうなってみると熱いですよね。 元に戻りましてであのまあ軽に打ってね、はい、で押して、はい、伸びて、はい、押して、はい、伸びますよね。はい、であの4線をあの、はい、押しちゃダメとかですねそういう考えはもうやめてですね、はい、目のある石から地を相手が作ってきたら押してもいいという。 もうどんどん押してあげてください。ええ、ですから、こう字のあるとこからまた地を作るのは能率が悪いということですね。石の能率が悪いというわけですね。戦いの考え方について、お話し,しましょう。はい。四支局ですね。四支、ええはい、局ですね。はい、はい。結構ね、これ戦いっていうのは大事なんですよね。<あ>ええ、こういう時ですか。ええ、はい。もう四章ってすぐ曲げる人いますからね。あ、<laughs> そうですね。ええ で、こちらの方、ですここでどう打ちますか?。この時、普通は受けぐらいですか?。そうですね、まあ、例えば、受けましたよね。で、白がここかかったとします。受けましたね。で、こう、挟みました。私、こういうの嫌いだったんですよ、ここで。僕も嫌いですよね。こういうふうに打たれちゃう、勝てる気がしなくて。こでね、あの、よくこう、遠くから五番見てみてくださいね、これ。これ、五番をね、こう、斜めに切りますね、これ。そう。 こっちの五番はですね、白の二色なんですね、四対二でしょあ、そうですね。ね。四対二ですね。これはもう全然黒負けですよね。はい。こちらの戦い。戦いはね。はい。なら、どうしたらいいかというのね。あの。じゃ、この時。そうですね。この手が悪かったんですよね。あ、そちらの一見受けたの。はい。これで、まあ、どこへ挟んでもいいんですけど、まあ、例えば、は、は、まあ、ここへ挟みましょうか。はい。でね、ここへ挟みますと、石の数感じをしてくださいね。こっちでも、クロス。 ね、少なくないでしょう。ここの部分でも少なくない。こういうように石の数を数えて。五っていくんですよね。盤上の石の数を数えるわけですね。これが大事なんですね。だから、あの。置き氷で負けるのはですね。石の数で負けるんです。四種置いてるんですけども、白の方が多くなってですね。ある場面では白の方が多くなっちゃう。で例えば、こう、三三配達しましょうか。で、押さえますよね。これ、定石ですね。 で伸びて、まあ普通の上席ですね。次ですね。で次飛びですね。まあここでまあまあどこで打ってもいいんです。まあここた立しましょうね。こちらの方ですか。こっちからこっちはですね。黒六四局ですね。四四局が六四局になっちゃったね。で白の得たものは十目ぐらいですから、これ全然もうオアですよね。はい。カ選手じゃないけどオアです。はい。 じゃあ先生白は三歳に入らずに両掛かりしてきたらどうなんでしょうか。そうですね。これもよくあるんですけど。はい。ちょっと女性に例えて、あの話してみますとね。この衣装ですか。はい。これ両方とも美しい人なんですけど。はい。少しだけこっちの方が好きなのかな。少しだけですか。はい。ストワイはあの、五のルールがね。はい。好きな人と反対の方へつける。逆の方に直がうすんですね。はい。そこでですね。あの三三入ってくれれば。はい。これはこっちが抑えてですね。はい。で八。 で、次になりますね。で、なんか、こう、結構好きな人と結ばれたでしょう。これ、とりあえね。で、また、たぶん、はねてきますよね。ここで、白がですね。はい。まあ、これ、普通の手ですね。して、伸びますよね。はい。で、ここで、三三入ってきます。そうですね。まあ、この人好きだから、こっち押さえますよね。で、張って。割り込んでね。はい、よくある定石ですね。はい。

あの今まで好きだったんですけど諦めてね。もう諦めちゃうわけですね。こっちあの二つ石が二つですからね。こうでこう切って。はい。これは一応黒が取りましたからね。そうですね。しっかりした形で。これで不満がないですね。はい。じゃあ先生黒は選びたくないって言って。これどっちもねあの同じぐらい好きな時はこつもんです。あそうなんです。あのどっちもねどっちも未練があるという形。優柔不断なんです。ねそうかもしれません。でね。 このでしょ。これはねあなたはどっちにするのって今日聞いてすっごい厳しい手なんですよこれ女性が問いかけたわけですよ。でねここで答えを出すわけにいかんでしょこれこれ優柔不断にいったからだからもうしょうがないから手を抜くんですけど最後にですねこの少し好きだった人いますよねこれちょっとだけ好きだったういってこうでこっちは渡ってですね白がねそしてこういくわけですね。ここれ結構物語がうなってるんですよ、こっちは六四局ですよ ここで結構いけてるでしょ。そうですね。こういうふうに見てみると黒がすごく優勢ですね。ね、面白いですね。はい、じゃあ先生、黒は二剣とかかかりじゃなくて三剣バサミだったら。そうですね。あのこれは細かいことは別に気にしなくてい、ね、一長一短なんですよね。あ,あのこっちがいい場合もあるし、こっちがいい場合もあるんですね。あの、はい、後の打ち方次第ですね。三寸入れば同じですね。はい、さっきとね。だからまあ両側両掛かりしますよね。はい、これもさっきと同じまだ、あ、例えばコスミ。はい。で、ね、こう。 さっき説明しましたけど、まあ。で、こうですよね。これで。やっぱり、これ六指玉ですね。じゃ、白は両角入りでも、高が返りすれば、どうですか。これは僕ね、よく使うってなんですけどね。あ、そうなんですか。これ、あの、こっちつける人が多いんですけど、僕のお勧め品はですね。はい。こっちつけて。こちらの方にですね。はい。跳ねてね。はい。伸びて。はい。伸びて。はい。 で、突き当たりですね。で、これ突き当たった過去っていうのがですね。この石がもうほとんど死んでますから。この形は黒がいいわけですね。で、こう、けでしょこれ定石ですね。そこで大事なのがね、曲がりなんですよね。ここ曲がりですか。はい。普通でしたら、こちら。あ、まあ、跳ねるとかね。まあ、曲がってですね。伸びて、押さえて。伸びて。押さえて。ちょっと止まっちゃいますからね。で、跳ね出してくる。手は、あの、切ってとですね。 はい、白が跳ね出してくると切って、伸びて、はいで、下のこの桂馬がすごくここの、えー、これが筋が良くて、もうこれでもうしびれています。あ白がしびれちゃうわけですね。えー、すると形悪いでしょ。はい、そうですね、ちょっと嫌な形ですね、えー。これですともうほっといていいですね。えーえー、この桂でももう大体もうオアですよ、ね。じゃあ先生、白こちら伸びる手で跳ねてくる手はどうなんでしょうか。 力の強さがよく打ちますよね、これ。一う打たれて困ったことがあるんですが。これをね、撃退方法お教えしましょう。こちら、切ってましたね。はい。こここれが大事ですね。こちらから当てるのがですね。こち力出ちゃダメですね、で、白が伸びて。はい。ここでね、普通のつぐんですけど、ここでかけるとがいいです。ここでかけるんですか。はい。これでも、もう、かっこがいいじゃないですか。そうですね。まあ、ここ出るか、ここ出るかですけど、まあ、こっち出ましょうか、一回。

で、はいね。これで。あの。白石が取られてしまいましたね。そうですね。これは悲惨ですね。ねそうですね。はい、はい。だから。出る手で。伸び。出る手はないので,こちらです、ね。ねですね、はい、伸びますね。そこでね、コスミが結構いい手ですね。あ、このコスミですか。ええ、これね、切れないんです。<ー>出ても押さえといて。切れないですね。えーええ。で、ここの。まあ、これちょっと。これだけ、ね。はい。 ここでこすんだ形でも一見して黒が大優勢でしょ。そうですね。この石はまだまだ攻められそうですし、ねえー、もうオワですねではい。じゃあ先生出ずにこちらのオに抱えれば、はい、これもね一番大事なところはね。ここで跳ねるっていうのが大事なんです。はい、ここに跳ねる。えー、はい。で取りますよね。えー、でここで次ます。はい。これ絞られちゃかなうんですからまあ切るんですけどね。はい、こういうところでも一回ねあの下がって二つにしてですね。 二つにして。もったいないですね。まあもったいないと、まあ、ここのあたりと次が気持ちいいですからね。まあ伸びて。はい、当てて。次ですね。ここ下がってないと、この手が打てないんですね。で。つけるね。ここにつけるんですか。これであの。まあ、どう打っても、ここは黒がいいです。もう、これ、これひどいですよね。そこはひどいですけど、こちらで、てこられたら。まあ、出たら、まあ。まあ、かけても押して、かけてもいいですね。下がってもいいし、まあ,あ。 またでも下がりましょうか。はい、はい。で渡られますからこう。はい、引っ掛けるぐらいね。はい。断然黒いいですね。これで上は止まっちゃってるわけですね。そうですね白。はい。じゃあ先生こういう時黒はそうですね。けずにこう挟む手がいいですね。はい、そうですね。あの絶えず5番の石の数を数えて、はい、で自分の石が少なくないようにならないように。はい、石の数で負けないようにですね。はい。はい。それが大切ですね。 石の競り合いについてお話ししましょうはいこれは多外線ですねはいそうですいですかはいでまあ白ここですねまあよくある防ぎですねそうですねまあかかりましたはいで白もかかりましたねまあここまで普通なんですけどはいここでどういきますかこの時先ほど石数の話をした時にそうですねはいあれですので 要するに黒が多いということですね。はい、戦いの場所。そうなんですかね。ここまああのこの形はですね、駆けが含みですよね。黒からですか。まあ一回置いてみますか。はい。これはあのすぐには決めないんですけど、まあ聞いてるという意味ですね。こういうのが含みなんですね。含ですね。はい。飛びですね。はい。これ聞いてますね。白が飛びますここでね。今挟んで飛んだところですね。飛んで飛んで 飛びですね、まあ普通。で飛びますね。でこれでですね、あの黒のこう勢力に何かどん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 追い込んでる感じで、追い込むのはいいんですけど、そんなに厳しい攻めがないんですね。白に対して。これがそんなに働いてないですね。はい。じゃ黒はこちらの方に含みがあるので、かけのね、かけの含みがあるので、つけですか。え、付けてね。あのここでここのの戦いに持っていくという中央のですね。中央のね。ここは聞いてますからね。はい。そこであります。 ここでまあ伸びるともあるんですけど、まあ、僕は引きがいいと思いますね。はい。掛け継ぎですね。で、ここでね、あの、この白石とこの黒石三対三ですよね。はい。でね、ここ力がぶつかり合ってるでしょ。はこういうのを、あの、なんていうんですか、セリバって言うんですね、こういうとこ石の競りバですね。だからここはまあ僕は跳ねる言ってだと思うんですけど、まあ手を抜いたとしましょう。こういう時にですね。手を抜くことも抜く人もいますよね、たまにね。で、まあこっち打ったとしますよね。 どうします。この時、つけ。あ、つけね。はい。これは、だから、こう。二十五年か三十年ぐらい前によく流行ったんですよね。そうなんですか。はい。切ってね。これ定石です。ええ、当たりと次の交換が少し。白が辛いんですね。で。はい。かかましてね。はい。下がるとつがれるんで、ここ切るんですね、塩。はい。で、取って。はい。当てて。はい。まあ、これ、次ですね。 抱えて。でまあ、必要はだいしますね、はいっとっ。で。ね、両掛かりね。えこ,ここ、ではね、ちょっと白が厚いんですけど。もうこっちはもうずいぶん黒打ち越してますから。そうですね。ええ、全然。あれですよ、ね、ええ、これはもう黒が。だいぶいいでしょうね。そうですね。はい。じゃあ、白は下につけずに。こちら,1取ぐらいです、ね。ちょっと。あの、この形はね、はい、ここへ飛ぶのが急所なんですね。あ、そうなんですね。ここへ。 飛び抜けてここの競り合いが白勝ちましたあ、ここの中央の競り合いですねこの石とこの石、三種のね白の三種の競り合いが白ここで勝ちですで、まあ黒いダウン系ですねで、まあ例えば二件ぐらいかかって飛びですね飛びぐらいになりましたねこれはなんかもう白がずいぶん伸び伸びした不正規でなぜ伸び伸びしてるかというとここをね飛び抜けて競り合いで勝ったからですね あ、ここの競り合い白が勝ったからですね。そうはい。じゃ、あこういう競り合いの場合は黒、こう、他のとこ打たずに。そうです。あの、ここしか行くとこないです。ここですね。はい。で、白もハネですね。これは競り、競り合ってるという意識が大事です。五打ってるときね。で、こう競り合いですね。まあ、ここで伸びるともあるんですけど。はい。まあ、ね、ここ賭けの含みがありますので。競り合い。ですね。 こういうところもね切ってついた形がグケになるときは切りを入れていいですグ形にならないときは切ったらダメですね例えばこういうところがないときですねねない伸びてどうしますこれこの時ですかそうですねこれはやっぱり競り合っているという意識が入っているですねこれは競り合っているという意識が欠けてるといですねあ、そうなんですか競り合ってるからこう伸びますかねはい どうします?。やっぱり競り合いですから。そうですね。ずいぶん強くなりましたね。ね、せ。こういうのはぐんぐん押して。そうですね。あの。でも、あんまり押すとですね。この石死にそうじゃないですか?。そうですね。こういう場合は、まあ。一旦ね。あの。戻っておくというのが大事ですね。手を戻すんですね。はい。そこで。白は。まあ、曲がれば。焦ゲマぐらい行きますね。はい。はい。ええ。 なんとなく嫌でしょ。え、こうなるとちょっと白が甘いかな。嫌ですね。はい。その前にあれですね、あの、かけられるの嫌でしょ。だから白はこつみ、キングを引かすんです。次かけられると嫌ですからね。黒はね、手を抜いてね。だからこれは大事です。はい。そこでまあかかります。はい。どうしますか。うん、こゲームぐらいですか。そうですね。一番普通の手ですね。普通の手なんですけど、あのゴールールはね。 上から効かして下を効かすというのがこのルールなんです上から効かして下を効かすですか上というのは大きいところですね大きいところから効かして下を小さいところを効かねまず上を押しますね次はねられるのがつらいですから白をはねますはねますねはねますこういうところ切っちゃダメですね形がねだから伸びますで次います で、まず上をきかしましたね。今度下の番です。で、コスみつけて。この時もこうじゃなくて、こすみつけるんですね。ある程度白が強いですから。はい。もうどんどん固めていいですね。固めちゃっていいんですか、こういうとこ。はい。で、どんどん跳ね。はい。押さえて。はい。つぎますね。はい。ちょと、あの、手を抜くと。はい。白がですね。白。手を抜きまして、まあ。まあ、どっか他あの、こ、この辺に落ちますね。はい。そうするとですね、こう。はみつけて。 渡られるのは辛いでしょう。あ、そでね。え、お、怒って下がりますかね。そうですね。下がって。え、で、切って。はい。切って。はい。抱えて。これ必要にならないんですよね、これが。あ、そうですね。当てても、こちらの方が当たりですからね。はい。取るしかないから。はい。ここでね。はい。ね、抱え、あ、当てて。はい。次で、二目取りが残りますね。こうなっちゃったら、ちょっと白辛すぎますね。辛いですね。 じゃあここで白は手を抜かずにやっぱり守っておくんですね。それでですね、この出来上がった形でですね、先下を効かすとこの上が効かないんですね。あのここを先に効かすとですね、この上が今度押しても全然何の感激もないですから。あ、そうですね。白は受けてくれないかもわかんないですね。受けてくれないです。確実に。あ、そうですか。だから先に上を効かして下を効かすというのがルールです。はい。そこでですね、あの伸びると辛いので、先ほどのような形辛いですね。ですから跳ねて、ここセリアイですね。はい。 で、ここでね、あの、まあ、切るってもあるんですけど、切ってください。はい、黒ですね。あの、ここは何んか外してがありましたね。変わった手ですね、これは。で、こう、逃げたくなるでしょはい。して、応募しましてね。はい。この主張と、抱えと見合いで、これ黒粒です。ですから、ここで出る手がないんで、抱えて、こうなるんですね。で、この出来上がった格好はですね、少し僕。 黒があんまり好きじゃないんですよね。そうですね。白の形も結構しっかりしちゃって。ですから、この切るたで、単にかかりますね。ここへ。そこにかかるんですか。はい。伸びた時に。はい。白伸びるんですね。で、切ります。ここ。強くしてから。これは切らないとダメですね。ええ。はい。飛びますか。そうですね。飛びぐらいですか。伸び。はい。飛びますかね。はい。で、コス飛びますね。はい。はい。 この時先生絞っちゃダメなんですかあ。まあ絞ってみてください。じゃはい、はい。で次ですね。はい。はい。そこでね。下つけると白でしょ。はい、跳ね出して。はい、さっきみたいな格好ですね。で当てて,切って。で、はい。取りまでですね。ここ、はい、で何の。役にも立てないでしょう、りが。 そうですねそのまま取られすねところがですねこ絞り打ってない図先ほどのですねここにこういう格好ですねこういう格好ですとこう逃げる手がありますよねあ、そうですねはい。これ黒つぶれですねですから絞らないんですなるほどですから絞らずに飛ぶわけですねでここでね黒が素晴らしい手があるんですどういう手でしょうか 割り込むんですよね。こんなところに割り込むんですか。はい、えー。こっちから行くと切られてダメですよね。え<っ>、今、えー、やってみますか。こうやってでポンと抜いてね。はい。こう割り込みまして。はい。当てて。はい。つで次ですね。はい。でこれ切られて。はい。これは白が潰れちゃいましたね。そうですね。はい、あの当てて次いでは張って。はい。貼って押さえて羽ですね。 これであの白が潰れちゃうわけですねはいですからあの白は下から受けるようしょうがないんですねはいそこで当たりとって当たりですかはいついではい出ますはいそして切ると下がってはい押さえですねで切ってはい取ってはい当ててはい。 ついで下跳ねてねこれ押さえる手がないんですよねあそうですね押さえたら切られちゃうんですね押さえると切られますからねだから曲がるしかないんですよねはいここへねはいで跳ねてはい押さえてはい当たり取ってはいついではい次ますねはいえで次張ってセミアイカツテとここへ押さえる手と見合いでこれは白つぶれですねあそう ですか。すから、切る手で下当てるしかないです。白はですね、ここでついで。はい、で、ここでね、取ると切られていきませんので。はい。ここ継ぎます。そうしかないんですね、はい、白は。はい。はい、で取りますね。はい。で渡ります。こでこうになりますかね、はい。はい。 切って、こっちから切っちゃダメですね。こっち切ってね。こっちからですか。取って、これね、碁番の中見回してもこう差てがないんですよ。そうですね。え、白からはあるんです。ないですね。ですけど、当てる手がいい手でね。黒から当て返すんですね。当て返してね。取るしかないですから。はい。で、当たり取って、いで。はい。これ気持ちいいでしょこれ。え、ね、なんか白の石がだんだん団子になっちゃって、はい。これついで。はい。 これはもう外な外回り山手線とかいうんですね。断然いいんですね。はい。え、この形はですね。はい。あの割り込みがあって。はい。ちょっと薄いわけですね。白がですね。はい。ですから、あの元に戻りましてね。はい。こ切った時に、並びが本系なんですね。はい。これが本手なんですね。え、本本手です。え、そこで黒も伸び。はい。飛びですね。はい。で、コスミ。はい。ここも絞りをたわずに飛びですね。これが大事です。そこでですね。あの。 ある程度白の石強くなってますよね。でここでねつけるというのがあの効果的なんですね。つけるんですか。つけるとね相手も強くなるし自分も強くなるという性質があるんですね。相手も強くなって自分も強くなるんですね。黒の石が弱いでしょ。白の石が強いでしょ。だから効果的なんですね。もう白の石がある程度強くなっちゃって効果的。固めてですね。はねます。はねますね。 はねるんですかいや、姿勢伸びですね。で、はねますね。はい。伸び、はいますね。はい。で、はねます。はい。ここでですね、まあ、次ぐらいなんですけど、はい。ま切ってくる手が怖いですかね。そうですね。怖いですね、こういうのはちょっと。切るとね、これ切り返すんですよね。こここにですか。はい。変な形ですけどね、これ面白いんですよね。えっとね、こう当てるしかない、形がない。こっちから当てるわけはいかんでしょ。そうですね、下がられて取られちゃいますからね。こういう ですね。下から当てて。伸びて、上をつぶんですね。で、ここでね、いい手があるんですよ。どういう手なんでしょうか。ここでね、えっとね。下を当てて。上は、こう、上から当てて。伸びるでしょで、下を張って。はむんですか。はい。ね、曲がるんですよね。でこれは主張ですね。こっちが。鋭いですね。で、ここで押さえれば、これ必要なんですね。 ここで押さえればここで必要ですね。これ必要わかりですよね。だから押さえれないんですね。で、ここ先手でしのがないといけないんで、こうはねるんですよ。ここね。黒がですね。はい。もう次取られるんで、こう切るでしょはい。え、ここでついちゃダメですよ。つかないんですね。ついでみてください。はい。じゃ、当てて。はい。これで、一貫の終わりですよね。黒潰れちゃいましたね。はい。だから、そこはついではいけないところなんですね。はい。 ですからつぐ手でここについたらいけませんか。ここに曲がるんですね。ここに曲がるんですか。変な形です。ね変な形ですけどね。でこの視聴ここを当たれば視聴ですね。今度わかります。黒からこっち側から当てればですね。取ったら当たりで終わりですね。はい。それとここの押さえて押さえてそして見いかつてを見合いにするわけです。なるほどすごいですね。白がここに跳ね出したとしますよね。はい。これ切ってこれ視聴なんです。 これでしょはい当ててはいこれはあのなんか変な必要なんですけどね。こっちが逃げていっても必要ですし、こっちが逃げてもどこまでたっても必要なるほどすごくうまい図ですねかっこいいでしょだからこの切る手はないんですね白からの。はいで羽も二段羽にされて良くないんで継ぐしかないですねはいで次ますねでこれ出来上がった格好はですね 白の強いところを強くして、黒の弱いところを強くしたでしょ。どっちがいいと思います？黒ですね。ね、最高でしょう。黒からのね、つけがね、なん二十目ぐらいの手なんですよね。ですから白三三に打ってですね。ここでちょっと問題にしましょうかね。はい。ちょっと難しいので先生ヒントの方。あ、ヒントね。はい。ではこれを A にしましょうか。羽根ね。じゃ、羽が A ですね。はい。これが B。 羽出しが B ですね。羽出しが B ですね。はい。はい、で抜きが C ですね。はい。はい。これで皆さんちょっと考えてみてください。わ、はい、かりましたか。え、先ほどこの B はあ,あ B はさっき言いましたね。ええ、ここへ切って切りと出がありますから切りからね。ええ、だから B はないのははっきりしているんですよね。そうですね。はい。やっぱり付けには跳ねようっていう。ええ。 ええあの付けにはハねようなんですけどね、はい、今回はこう抜いて A と打たてに、ね、C と抜くでしょ。はい、でこれで先手を取るわけですね次にほっときますと黒からハね出す手が厳しいですねこれ抜きがありますから<あ>今度は切る手がありませんからねだから白は。はい、は結局 A と打っても C と打っても白は、ね、引くかまあ下がるかまあこっちを受けるわけですねあ、はい、まあ受けたとしましょう。はい、そこでですね抜きは この絞りがなくなってますね。白の効きがなくなっているんですね。この白が弱くなりました。そこで、まあこの絡みですね。絡みというテクニックでまあかけて、はい、はいですね。はい。分々押してください。分々、はい。分々押していくわけですね。はい。で押して、はい。羽根と分々押してください。もう激よく。これは。 石が競り合ってるんで、両方とも。緩めちゃいんですね。どうして。ま跳ねれば跳ねて石で、まあ、伸び、伸びますよね。ちょっとこの辺で。ええ、これはね、絞りが効かないんで、白は。危ないですね。そうですね。で、先ほどの a. ですと、ここに白石が残ってますので、絞りが効いてね。こう目に、目がたちが。あ、この白石の目がたちが。まあ、こう絞りましてね。はい。 でついでまあケーぐらいで、これはなかなか死ぬまで大変ですね。それはここで生きられると先損してますからね。はいけません。ですからこの抜きが C の抜きが正解です。これあの抜く手が素晴らしいというのはお分かりになったでしょうかね。まだ分かってないかもしれないあのねつけても抜きですね。白がつけても黒は抜きですね。でここへ当たりとしても抜きなんですね。あのつけるこのつける手でここに当ても抜きですね。 これね、あってね、これ、継がないとこでも抜くんですね。して。ここへ割り打っても、これ、鳥なんですね。この抜きがですね。絞りと、つけと、両方を消してますので、これは、素晴らしい一点の手なんですね。白の味をすべて消しちゃってるんです。そうですね。それでですね、白は。ここであの、かけられるとですね。全局的に、薄くなりますね。はい。だから、コスム一手なんですね。この時に、白がコスムですね。はい。で、黒はね、ここはもう広がりませんので。はい。こっちへ展開しますね。はい。 で、まあ、白がここ。黒は、え、こうですね。うん、だいぶ強くなった。で、まあ、賭けですね。で、まあ、ここであの、動く手もあるんですけど、まあ、今こっちが大きいですよね。広がってきてますからね。まあ、かかってですね。で、桂馬にして。で、大ゲイマにしてね。こう、広げるわけですね。黒模様を広げるんです。広げながら、この石を。追いかける、攻めるね。で、飛んで。で、飛びですね。これでですね。あの。 どっちがいいいと思いますこれうんそんなに差はないと思うんですが黒の方がちょっとなんとなく黒の方が勢いはいいですよね、ええ、ここのねあの競り合いの場で競ってですね、はいはい、最初黒の多いところで競り合いをして碁、はい、が流れてますのでこれは黒が優勢になるわけですね。お互い競り負けたわけじゃないんですけど初めた時が黒が良かったわけですすね。はいはい じゃあ先生黒からのこの付けが厳しいので白飛ぶ手でこちらの方そういう考え方もありますねはい。こういうなんとなく凝り形でしょ白ですねこっちからこっちがね黒が掛けが効いてますからねはい。まあこう飛びますねここ黒は飛ぶんですね飛んで白の飛びを誘いましてねはい。それから掛けるんですあの含みの手ですねこれをねあの引きつけといて切るのを絡みって言うんですね絡みですかはいあのテクニックですねはい。 で貼って、これ押してね。これがセリアイなんです。ここは石が石と石がぶつかってるからですね。はい。押して伸びて、押して跳ねるでしょ？はい。で跳ねますよね？はい。ね白が跳ねるとどんどんこっちが弱くなりますから、これ伸びるしかないんですよね。ああなるほど。これねどんどん押してて伸びですよね。はい。でこの辺とんどいてこれ。 ね取れますよね。そうですね。とても生きる自信がないですねこれを引きつけといて切って絡みっていう。絡み攻めでみ攻めっていう技ですね。はい。でね飛びを打たないで私かけますよね。これここはね飛びが急所だったんですね。だから白は軽にするんですね。相手の急所は自分の救出。なんか薄そうですけどまあこうつけますね。この絞りを打ってですね。ここで初めて絞るわけですね。続いて。 で、突き当たって、出て、切りますね。次、こう切る手がありますよね。はい。だからこう、つぎます。はい。で、当てて、逃げて、はい。で、下駄ですね。これはだから、このつけはないんですね。そうです。それがないんですね。で、つける手がないんで、まあ黒は当然押さえますよね、かけたからね。そして、 ね、これが大事です。これも絡みですね。はい。なんか白っぽくなってきても、黒取られそうですよね。そうですね、えー。これはもう全然、あの白優勢ですね。はい。競り合いについて、もう一つお目にかけましょう。はい。今度は黒の三連星ですね。はい。はい。 ね、僕の得意な三連星ですね。はい。で、かかって。はい。四連星ですね。こういうの四連星。これ四連星ですね。星四つですね。はい。で、三三入ってきました。これ厳しいですね。結構。で、まあ、普通こう押さえますね。はい。これは星がこちらにあるので、こちらを押さえすね。はい。貼って。伸びます。はい。で、ここで押してきました。はい。ここはね、あの、競り合い、競り場ですね。 この石とこの石。この石とこの石の競り合いですね。どう打ちますか。はね。はねます。こ時に。あ、ね。で、こう押さえますね。これで切るんでしょはい。これはね、今度、つ、継がれて。あ、取ってくれないですね。え、こういくでしょはい。で、張ってね。はい。で、はいでしょはい。 ここで切って、伸びて、ええ。で、ここ曲がられてね。これがダメ詰まりで。ええ、これ黒が取られちゃいます。ね、下手にすれば伸びきって。下手にすれば伸びきって、ええ。これは黒の潰れですね。この石が取られちゃうわけですね。そうですはい。ですからですね。先っきはを打たずに、出て、先っ切りを入れるのが、この,の手順ですね。この時、はねずに出るんですね。ええ、ではい。 で、こう今ならね釣るわけにいかないですよね。釣り竿取られますからね。そのまま取られちゃう。だからこっち取るしかないんですよね。この白ですね。こう取って、切りを入れて、抜いてですね。白はダメまりになってますよね。でここで跳ねるんです。これでセりバいですね。で跳ねて伸びて、かけつぎますね。ここでどうちますか。 この時なんとなくこちらの模様が大きくなりそうなんで。あそうですね。でもねこれはね今こう競り合ってるでしょ。はだからこれはパスしてるんです。あと石一がぶつかり合ってるところはパスしてるんですね。そうですね。白はどうするんです。難しいです。難しいですか。これはねここへ消えまして。こちらの方にですか。はい。これでねここの競り合い勝ったんですね。白がですね。白がね。今黒はこんなもんですよね。ちょっとここへ。

はい。ついで、ついで。はい。でね、こっちと攻め合いするんじゃないんですよね。ここを割り込んで。割り込むんですか。はい。ましかないでしょ。はい。で切って。はい。取って。はい。当てて、ついで。黒が視聴によってですね。こうバシっとね。これで黒潰れですね。それでですね。はい。この。 セリバーでここに白に経馬されるといけないんで、黒はこう曲がるんですよね。黒がここはもうセリアの急所ですね。白のダメージバードがつきますね。白も跳ねるじってですねこれ。ここでも手を抜くことはできない。できないですね。これ手を抜くと飛び割れてもかけられてもいけませんね。で跳ねて伸びて押して伸びます。ここで押します。で伸びますね。 ここで一回ねあのもうまあ今もうセリアいほとんどが終わってるんですねで一回かかるんですで次に開きますよという意思表示しますねだから白はこっち詰めていきますはいそこで上をすんですねここで上をすんですかあの上から効かして下を効かすんです先ほどしたそうですね跳ねますね跳ねますねはい跳ねますねひなんかこうやうふね 次ますね。はい。だからまあ付け切りでも三三でもね、あのまあ三三言ってもいいですね。上から飛かして下を飛かするんですね。なるほど。これがあのテクニックで。はい。これあの一応黒が競り勝ちましたから、これ見てくださいこれ。そうですね。出来上がり百目ぐらいできそうでしょ。はい。ね。これ素晴らしいです。はい。じゃ先生白このかけ継ぎでですね、押したらどうなるんでしょうか。これはねあのいい手なんですよね。はい。で跳ねるとですね黒がかけ継がれて。はい。 でここへ行って戻ってね、あのこっち先行されるので、ちょっと黒が辛いんですね。白に先手を取られるからですね。はい。そこで先きるわけですね。跳ね跳ねずに、はい。で出て伸びて、はい。取りですね。はい。そこでこの西を利用して跳ねます。はい。で角ですね。はい。でここであのダメズマりですから手を戻す。はい。で白は竹風。はい。 ここまでは一つの形なんですけどねここでちょっとこっちが大きくなりそうですよね。一回かかってみてで次こうケイマにしてですね助けますよと言ってるわけですけど白がこういきますとですねこっちケイマしたりつけ伸びたりですねこっちを増やしながらこっちを小さくすると。だから白は ここはあ競り合いが結構まだ続いてるわけですよもう終わりかけてるんですけどまだ続いていすねまだ続いてるんですねでここで飛ぶ手がねいい手なんです白は受けずにこちらの方に飛ぶ飛ぶかポンでですねこの黒の西を動きにくくしてでこの模様を小さくしているこれ競り合いの天王座みたいなところですねあそうですかそれでは実践例を見てみましょう

ちょっと変わった掛かり方ですけどまあ普通の手ザー普通のですねこれね石の方向が全然間違いですねえ、そうなんですかはい。じゃあこの時にどう打ったらいいんでしょうかあ、ここを打つってですね多分まだこれはね競り合いが続いてるんですよね喧嘩が終わってないんですまだあ、これはここが競り合いなんですかそうです喧嘩してるところなんですよ戦場なんですけどねまあ例えば黒がここ行くでしょはい。するとね白がここ来ましてねはい 二石置いてたのにが三対になったでしょうか。ここの石の数が負けちゃうわけですね。だからこう大き後は石の数を数えて打たないといけないというのがまあありましたよね。はい。ですからこの手は悪い手なんです。あ、なるほど。じゃあこの時にいえ、そうですね。ここを詰めていきますね。これは四線だからここがいいんですか。そうですね。はい。で白がもしここへ来ればですね。はい。こへこすんで。はい。これはもう こっちはこれ、黒が優勢でしょ。ここにあるからこの石が弱いですね。そうですね。はい。ですからここ行くとはないですね。はい。で、黒がかかりましたから白はね気合でまあ締まったとしましょうか。ここ受ける手がないですもんね、白かそうですね。はい。そこでどうしますか。うん。ここまだ二軒なのでつけて。あはい。はい。なりますね。でね、あのゴールはね、こういう手が一番悪いんですよね。あ、そうなんですか。でもよく攻めるときにこすみつけるのね。 石の数、黒の石の数が。すごく多い場合は、これいい手なんですけど。この手自体はね、白を強くして。黒が地になってないんですね。普通は。白を強くしたら、自分が地になるもんでしょそれがね。白を強くして、地にならないんですね。そうなんですか。こういう時ね、よくここへ。は黒い人いますよね。はなんか五番から落ちそうなところですかね。はい。メトロとか。で、まあ、この辺。飛び上がってられましてね。白からですね。この手はね、あの、ここを表そうとしたでしょ。メトロと。 だけどね、この字が減ったんで、減、例えばね、さないでしょ。後で白がね。白がですね。これ普通下がりますよね。はい。例えばこっちから押さえて、はい。渡られるとね、はい。これあの目が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 立ちになるでしょ。白のこの石がですね。そうですね。え、この石を攻めてますから白の石を下がるしかないんですよね。こう打って限りはここ黒を切断するしかないですね。でまあ覗いて、はい。でついでまあ貼っていきますよね。はい。 はいその時にですねあのこの滑りつまらないことないですかすさわきのとこらしてあそうですねこの石がしっかりしてればこの石はつまらないですね逃げられからこういうとこはあんまりいっちゃいけないなるほどじゃあ先生この時コスミつけずにどういうふうにやればいいでしょうかこれはね今はねこの石とこの石とこの石の戦争ですねですからこの石から今打った石ですねかけるのがいいですここにかけるんですか これかけてね、あの、上から攻めるんですね。この白石をですね。はい。でもかけて、こうた。たこれは伸びますね。これね、先に伸びるでしょ。はい。これは、あの。押せばどんどん伸びてていいんですね。白は、これ車の後押しってて、よくないんです。よく言いますね。それは。はい。それであの、白はケイマにするわけですね。外すんですね。はい。なぜかというと、黒に押されると辛いからですね。ここ、打たずに。そう。押されるとね。そうですね。これは辛いですね。で、ケイマにするでしょ。はい。 でそこで大事な一手がありましたねここで黒ですか？あのこっちの方行っちゃダメなんですよ。あ、飛びぐらいですか？そうですね飛びもいいとこなんですね飛んでね。はい。で飛ぶでしょ？はい。飛びますよね。はい。ちょっとまあ黒これぐらいですよね。そうですね今度こちらの方に白来られたらちょっと。で白にここかかられましたね。はい。でまあ受けるのも不愉快ですからまあ下がりぐらい打つわけですよね。はい。で飛んで。はい。飛んで。 で星ぐらいいくでしょ。はい。この三手とこの三手の交換がね、黒が悪いんですよ。あ、黒学習なっちゃうわけですね。ちょっと取ってみてもらえますか。はい。この三手です。三手三手ね。はい。これですね。はい。この生きてるとこからかけてるでしょ。ああ、そうですね。なんですね。こっちから石が行くのが普通なんですね。こちらの方から行ってれば黒のこの模様が広がるんですけどね。ええ、ですからね、あのかけてーマにしたときに。はい。 これ桂馬にしとくのはこれあの模様の引き締めって言ってねこれ大事なんですよね。なるほど、こんなっては全然思い浮かびませんね。<laughs> そうですか。はい、はい。これね模様の引き締めって,って本当に大事な言ってなんですね。ああそうですか。で白玉、まあ、ねオーバーですよね。はい。こっち来ます。白はこの時にこういってるとかはしないんですね。うん、そっちそっち行けばこっち行くんですね。あ、こういってけばはい。はい、で取りますね。はい。で取ります。はい。で取りますね。 これは先ほどと同じように。で、そこであの、まあ、同じようですね。つい、ここは嫌ですからね、白から。白からね。はい。ここ受けますね。こっちの模様が大きいんで。まあ、星ぐらいですかね。先ほどでしたら、かかられてたんですけど。引き締めているので。で、これね、あの、こっちをくればですね。はい。まあ、この辺を打って。これも結構大きいですよね。なんとなく立体的な模様になって。はい。そこで、白は。 そうですね。はい、で黒はどうしますうーん、上辺何か守ったりあ、ま,まあこれね、はい、いいとこなんですけどね。今ね、考えることは、はい、この白模様を消しながら、黒模様を増やして、はい、なおかつこの石に寄りつくというか。はい、寄り付いていくんですか。うんそうですね、はいそ。どこどこにするじゃこの辺飛びですか。そうそう,そうこ。理屈で考えれば、すぐ簡単でしょ。えー、飛んで。 次ぼっしゃれるの嫌でしょ。えー、で,で、ここが薄くなったから守るんですか。えー、この手自体はまだこれを狙ってますかね。この手はまだ狙ってるんですかで。狙ってますね。えー、はい。で、これ辺受けてるぐらいですか。白ですか。えー、ここ次黒からの嫌ですよね。打ち込みがちょっと嫌なんです、うん。ねこうやって。はい、でまた飛んで。はい。でまた飛んで。はい。でまた飛びぐらいね。でこういうふうにあの。 どん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 飛んでいくんですね。ちょっと形成判断してみましょうか。白地はこれここら辺までで20ぐらいかな。そうですね。その辺まででしたら20。はい。25ぐらいですか。ええ。ここは。ここだけでも30ぐらいあるかな。ええ。まあこれも20以上ありますね。はい。まあ20 30もぐらい価ちかな。黒黒が30もぐらい価値。はい。でね、それからまだこれに狙いがあるんですよ。この白い芯ですか。 これ覗いてね。でついで。はい。これ。白が厳しいんですね。押したら伸びといてね。はい。ちょうどこれつながってますね。出たら出る。ええ。これは厳しいでしょ。ハウト。白がこの時にハウト。はい。突き当たって。はい。あ切れちゃいますね。はい。なんかやけに黒が優勢になったでしょ。 そうですね。なぜ、なぜと思います。せりかったから。ですか。そうです。そうです。せりかったからです。ここでだから、はい、あの、こういう。一に空き巣み二に締まりなんていうことより。はい、どこがせり場かというのを見極めるのが大事なんですよね。ここはせり場を大切にするんです、ね。そうですね。せり場を大事にする。はい